牧野元次郎牧野元次郎2月17日から1943年12月7日は日本の実業家不動貯金銀行創業者元頭取定期積み金を考案し業績を拡大させ貯金王などと呼ばれた属籍は東京府死属千葉県君津郡久留里町出身旧久留里藩市牧野治の長男父牧野治は明治維新後は 警察管理となり、牧野が小学校に入学する頃には、千葉県内の各地に不妊、警察署長も務めた人物。1886年、インバグン土室村の北総営管理塾に入学。病気のため高等商業学校中退。過度の勉学への意志が牧野の精神を犯した。病も癒えた1894年。 21歳の牧野は成田町に創立された成田銀行に勤めた。1900年、不動貯金銀行設立。資金を提供したのは、学府の小堀清であり、東取も小堀が勤めた。1904年、東取就任。1941年、相談役となる。1943年、死去。当初、不動貯金や出世貯金を考案したが失敗。 1901年に3年貯金を考案し、開始。外務員が預金者を勧誘、毎回に訪問して、掛け金を集金し、急な払い戻しにも応じるサービスが受け、業績が拡大。不動貯金銀行は、大国振興をもとにした、ニコニコ主義をモットーに、日々の貯蓄の重要性を外務員を通じて預金者に説いた、牧野の経営手腕により、 全国規模で最大手の貯蓄銀行となった。1930年の協立女子薬学、専門学校設立にも関わる。牧野の偉業を称え、毎年芝大事イングルで貯金祭が開催されている。1912年、家督を相続。趣味は、心霊問題の研究。宗教は、新言宗。住所は、東京市麻布区中の町。ありがとうございます。